萩市の橋本川にやってきています。なんでもこの近くに隠れ家的なお店があるということで、今から行ってきます。川と緑に囲まれた場所にカレーとお菓子のお店、隠れ椿はあります。街中ではないのでね、わざわざ来てくださる方ばかりなので。そう、わざわざ行って食べたくなる隠れ家的お店のバターチキンカレーを今日はご紹介します。作っているのは大谷亜希さん。このお店、隠れ椿は2年前にオープンしたばかりなんです。使っているスパイスは14種類。香りを立たせるためにそのうちいくつかはそのままバターで炒めていきます。そこに大量の玉ねぎを投入。和田さん、結構玉ねぎ大きいですね。はい、その理由後ほど。この玉ねぎは萩さんのものですか？これ萩のね、多いです。だから肉厚ですごく甘みが強いですよ。美味しいですよ。なるべく地元産のものを使うように、萩市のものがまず第一で、帰らんかったら山口県内のもの。さあ、続いて使うのはカシューナッツ。ミキサーにかけてカシューナッツミルクを作っていきます。ミルク状になったら鍋にイン。生クリームもたっぷりと入れていきます。たっぷり。先ほど炒めた玉ねぎもミキサーにかけますよ。あ、ミキサーにかけるから大きめだったんですね。そういうことです。トマトも加えて細かく滑らかになったら鍋の中へ。だいぶ材料が揃ってきました。さて、さらに味をつけていきます。うわー、トロトロになってきましたね。粗塩と黒糖です。ブレンドしたスパイスです。ガーリックとジンジャー。最後に入れるのはチキンです。鶏胸肉をヨーグルトとスパイスに一晩つけて柔らかくしたものだそうです。ここから煮込みスタート。いろんな食材を入れましたが、配合にはとってもこだわっていて、開業前半年かけて調整したそうですよ。そんなにですか。そして実は大谷さん、松陰神社そばの菓子店萩椿を経営していて、お菓子作りの知識をカレーに生かしているそうです。今使っているお菓子の材料の中でもカレーに使えるいい素材がたくさんあるし、私たちは生クリームだったりバターだったりナッツだったり、何がどういうふうにいいのかっていうのがもう知り得ているので、それを使ってカレー屋さんをしようっていうふうに思いました。隠れ椿のカレーにはお菓子屋さんだからこその厳選された食材が使われているんですね。では一晩寝かせてまろやかになったカレーをいただきましょう。本当に手間暇かけられていますよね。トロトロであんなに具材があったのに、もう素晴らしいルーですね。はい、これで特製バターチキンカレーの完成です。美味しそう。うわー、きた。美味しい。最初すごく柔らかい感じ、まろやかなのかなと思ったんですけど、後から喉にガツンと辛み成分がきました。和田さん、チキンも気になります。続いてお肉を一緒にいただきます。うわ、お肉も大きいですね。お肉にもしっかりスパイスが効いてますし、柔らか。スパイスや地元の食材が溶け込んだ複雑な味わい、癖になりそうです。お客様は食べられた時にどんな声をいただいてますか？なんかものすごくレジのところで美味しかったって言ってくださる方が多いですね。リピーターさんも多いですし、この間もここをめがけて東京から来ましたという方がいらっしゃって、もうすごく嬉しかったです。わざわざ食べに行きたくなるバターチキンカレー、皆さんもいかがですか？隠れ椿は萩市の三カスクスの角、阿武川が松本川と橋本川に分かれるところにあります。
カレーなど食事のラストオーダーは午後2時15分です。定休日はお店のフェイスブックでもご確認ください。